どうも、くだやです。今日は20万人行ったということで、質問コーナーをやっていきたいと思います。たくさんのご登録ありがとうございます。もうこの前10万人に行ったばかりなのに、あっという間に20万人になってしまいました。いや、本当にありがとうございます。今日も10万人記念と同様、質問をたくさん答えていきたいんですけど、なるべく多くの質問に答えれるように頑張ります。今回は YouTube と Instagram と Twitter で質問を募集させていただいたので、その中から答えていこうと思います。こうやってカメラの前で話すのも結構久々な気がします。ちょっと緊張してるので頑張ってやっていこうと思います。それでは早速 YouTube の方から答えていこうと思います。実は私も仕事を辞めてフリーランスになり、丁寧な暮らしがしたいと思っています。どうすればフリーランスになれるのでしょうか。また部屋を作るとき統一感を出すために気をつけていること、物が増えないように気をつけていることはありますかという質問なんですけど、フリーランスになる理由は僕は本当にたまたまなんですよね。たまたま好きなことを YouTube に上げてたら、本当にYouTube のなんか波みたいなのが来て、それにたまたま乗っかったって感じなので、意図してやったわけじゃないのでちょっとわからないんですけど、でもやっぱりずっと好きなことを発信し続けてたってことは大切なのかもしれないです。物が増えないように気をつけていることは、物を買う時の入り口なので、買う時に物をしっかり選ぶようにするっていうことに気をつけています。はい、次の質問は、他に自作のキッチン道具ありますか、また今後の制作販売の予定はありますかっていう質問なんですけど、自作のキッチン道具は実はまだ詳細言えないんですけど、こちらです。お楽しみにしていてください。次の質問は、子供の頃に今の生活は想像してなかったと思いますが、子供の頃の将来の夢は何でしたか。プロ野球選手です。次の質問は、ところでいつもバックでかかっている音楽を知りたいです。普段音楽をかけることは少ないんですけど、たまに聞くとしたら YouTube の YouTube ミュージックってので、人気の最近の曲を聴いています。次の質問、猫は好きですか、猫を飼ってみたいと思いますか。飼いたいですね。一応猫グッズは持ってます。半年前ぐらいにうちに遊びによく来る猫がいたんですけど、これ飼った途端来なくなってしまって、未だに来ないんですよね。次の質問、今コロナの影響でなかなか難しいと思いますが、旅行に行くならどこに行きたいですか。国内だと四国の方で、海外だとヨーロッパの方ですかね。で、思い出深い場所なんですけど、去年行った台湾とか本当に良かったです。次の質問は、奥平さん生配信はされませんかっていう質問なんですけど、生配信は本当にたまにやるって感じですね。あとセカンドチャンネルでは1ヶ月に1回は多分やってると思います。ぜひ見てみてください。はい、次の質問は、一番の得意料理またはお気に入りのレシピは何ですかっていう質問なんですけど、今は飲み物にハマっててコーラですね。コーラ最初作った時は本当に感動しましたね。家で作れるんだっていう感動しました。はい、次の質問ですが、いつも丁寧に暮らしている奥平さんですが、何もやる気が出なくてだらだら過ごしちゃう日とか、逆にお忙しいでご飯も作れなくなるくらいバタバタの日はありますかっていう質問なんですけど、やる気がない日はあります。大忙しになる日はそんなにはないですね。逆に忙しくならないように時間の余裕を一応持つようにしてます。結構バタバタしちゃうと僕はなんか結構疲れちゃうタイプなので、時間には余裕を持ってやるようにしています。次の質問は、東京以外で住むならどこに住みますかっていう質問なんですけど、東京以外だと海が好きなので海が見える場所がいいです。次の質問は、一番好きな料理は何ですか、洋食派ですか和食派ですかっていう質問なんですけど、でも一番好きな料理はやっぱり毎日食べるってこともあるんですけど、カレーですかね。でも和食派です。
次の質問は、奥平さんの生活ルーティーンも毎日決まっているように感じますが、一日のタイムスケジュールが気になりますっていう質問なんですけど、タイムスケジュールは、もう僕はそんなにかっちり決めてないですね。そうすると結構あのこれやらなきゃあれやらなきゃってなって疲れちゃうので、もうざっくり決めてるって感じです。朝早く起きて、でその後にご飯食べたら仕事して、もう仕事始めるのが割と早いんですよね。7時とか8時とかなんですけど、そっから12時になったらだいたいお昼の休憩かなって感じで、で夕方になったらランニングに行って、で僕はその後は仕事はしないので、帰ってシャワーを浴びて、あとはなんか好きなことするって感じですね。1日のスケジュールにざっくりでいいと思うんですけど、ある程度なんかこれやろうこれやろうこれやろうっていうのを決めておくといい気がします。次の質問は、あの姿見の鏡はどこで購入されましたかっていう質問なんですけど、実はこの鏡なんですけど、こういうヴィンテージショップで買ったんですよ。リサイクルショップかな。すごい一目惚れしてしまって、あまり中古の鏡はやめた方がいいっていう噂はすごい聞くんですけど、もうどうしても気に入ってしまって購入してしまいましたね。結構そういうリサイクルショップとかヴィンテージショップとか結構いい鏡が置いてあるので、ぜひ気にならなければ見てみてください。そうですね、この折りたたみテーブルもそのリサイクルショップで購入しました。多分同じ店だったと思うんですけど、そうですね、新品では売ってなくて、ぜひリサイクルショップ巡り結構楽しいので見てみてください。ホームベーカリーはどんなものを使われていますかっていう質問なんですけど、ホームベーカリーは、タイガーのグラン X っていうホームベーカリーを使ってます。材料なんですけど、小麦粉は国産のものを使ってるんですけど、北海道の春よこいっていうものを使ってます。次の質問は、 YouTube はカメラを好きになっていなかったら初めてすらいなかったとおっしゃっていましたが、カメラを始めることになったきっかけ、きっかけは、僕は大学中にカメラが好きになって、自転車やってたってこともあると思うんですけど、それでなんかいろんなものを撮りたいってなって、そこからインスタグラムに画像を上げるようになって、で今度はそこのインスタグラムで動画を投稿するようになりました。それで動画を撮影するのがすごい好きになって YouTube を始めたって感じです。次の質問は、ベタですが彼女さんは作らないのですかっていう質問なんですけど、彼女さんはいます。次は、グッズ販売とか予定されていますかっていう質問なんですけど、グッズ販売は、今一応僕がデザインしているキッチン道具を販売しています。動画でもよく登場してて知っている方はいると思うんですけど、こちらです。ぜひよかったら見てみてください。次の質問ですが、奥平さんは食材の買い出しに出るとき、買うものは決めてからですか、それともその場で決めていますか。両方あるんですけど、僕は買うものをその場で決めるのがすごい好きなんですよね。スーパーとか八百屋さんがすごい大好きで、地方とか行った時はよくスーパーをすごい見てしまうんですけど、何が売ってるかなとか何が安いかなとか、なのでそれもあって僕は行ってからなんか楽しみながら買うっていうのが好きですね。次の質問は、奥平さんのプチ幸せは何ですかっていう質問なんですけど、鮭を食べる時です。次の質問は、奥平さんは友人や家族から何をもらったら嬉しいですかっていう質問ですが、そうですね、僕は料理が趣味なのでやっぱりお皿が嬉しいです。はい、次の質問は、血液型は何ですかっていう質問なんですけど、僕は B 型です。次の質問は、今日は何もしたくないとか早く起きるのは無理だなと思った時はどうしていますかっていう質問ですけど、早く起きるのが無理だなって朝起きた時に体がそう言ってたら僕は寝ます。多分無理に起きない方がいいと思うんですよね。なのでしっかり僕は7時間睡眠をとるようにしています。
やっぱり体が自然に起きるっていうのが一番いいと思うんですよね。次の質問は、大型植物がいると虫が出ませんか？ゴキちゃんとか、うちはこの前久しぶりに3日ほど部屋に入れてたら茶色い虫が走りすぎて戦慄が走りましたっていう質問なんですけど、ゴキブリはうちが全然出なくて、この前初めてかな、こんなにちっちゃい救急車、はい、話の続きなんですけど、こんなにちっちゃいゴキブリが初めて出たぐらいで、あまり出ないんですよね。なんですかね、そのアパートの環境にもよるんじゃないですかね。もうすごい綺麗なマンションでも、ゴキブリって出たりするので、ちょっと植物が関係しているかってどうかはわからないです。お料理するときに何かレシピを参考にされているのですかっていう質問なんですけど、参考にしているのはこのザ・基本ですね。これで基礎を作れるようになってから結構アレンジをするようになりました。基本できているのかちょっとわからないんですけど、参考にしてます。はい、次の質問は、井本彩子さんのインスタから奥平さんを知り、以来動画にハマって見ています。ありがとうございます。そうなんです、井本彩子さんが僕の YouTube を見てくれているみたいで本当に驚いています。インスタグラムで一回紹介してくれたことがありまして、その時に通知がすごいことになって携帯が壊れたのかと思いました。とそれでエプロンはいかがですかっていう質問ですが、エプロンは僕はなんか締め付けられる感じがあまり好きではなくてエプロンはしていません。次は、改めて奥平さんのプロフィールを知りたいですっていう質問ですが、大学の入学と同時に一人暮らしを始めました。それでそこの環境が海と山しかなくて何もすることがなかったんですね。それでやることといったら海の散歩、流木を拾うことだったんですよね。海岸沿いに行っていろんな流木が落ちてるのでそれを拾って集めてました。流木で家具を作り始めるようになってインテリアがそこで好きになって、で人を呼ぶのが家に呼ぶのが好きになって、でそれでなんかデザインに興味を持ち始めて、それで大学を卒業したら東京のデザインの専門学校に行くことになりまして、それで2年間通いまして、で今はデザインのお仕事と、あとは YouTube のお仕事をさせてもらってます。次の質問は、奥平さんのキャンプ動画が大好きなのですが、今後キャンプ料理で挑戦したいものがあったら教えてくださいっていう質問ですが、やっぱりバームクーヘンを作りたいですね。こうやってゆっくり回しながら生地をこうやってかけて作るんですけど、それをやりたいですね、こうやって。次の質問は、料理を始めたきっかけは何ですかっていう質問ですが、料理を始めたきっかけは僕が小学校2年生の時に実家の隣に2歳年上のお兄ちゃんがいまして、友達なんですけどよく家に遊びに行ってたんですね。それで卵焼きをすごい上手に作ってて、わすごいって思って、そこで感動して、僕もそれで母親に500円の青い卵焼き器を買ってもらって作り始めてって感じで、それが一応きっかけですね。はい、そんな感じでたくさんの質問をありがとうございます。すごいたくさんの方からおめでとうのメッセージや見てますっていうコメント、質問までいただいて本当に嬉しいです。次は30万人になったらまた質問コーナーをやろうと思っております。ちょっといつになるかわからないんですけど、今後も変わらず暮らしの発信をしていきますのでよろしくお願いします。それでは今日はこれで終わります。ありがとうございました。